制作中のロバート・インディアナ・ニューヨークの6番街55丁目の彫刻作品、ラブ・アメリカ・ニューヨーク州、ポル・アモール・アル・アーテ・スペイン・バレンシア、ポル・アモール・アル・アーテ、スペイン語の、アモール・スペイン・バレンシア・ロバート・インディアナは、アメリカ合衆国の現代美術家、舞台美術家、コスチュームデザイナー、ポップアートの作家の一人であり、彫刻作品などで名高い、 インディアナ州インディアナポリスの北東7 0トルにある小都市ニューカッスルに生まれる。1945年よりシカゴ美術館附属美術大学やエジンバラ、芸術大学、ロンドン大学に学んだ後、1954年にニューヨークのロワー,ーマンハッタンにある芸術家街へ転居し、アグネス・マーチンやエルスワース・ケリーラと知り合った。出身州から取った。 インディアナという名前はこの頃から使用している。1950年代末からのポップアート運動に関わった。彼は実存主義を交えたアプローチで広告サインなどの商業芸術を思わせる独特のドローイングを描いたが、やがて彼が彫刻的ポエムと呼ぶ立体作品群へと移っていった。この頃、友人アンディ・ウォーホルの実験映画イートに主演し、 45分にわたり延々マッシュルームを食べる姿が捉えられている。彼の絵画作品は数字、多角形、単語など太い線で描かれたはっきりとして単純なイメージが組み合わされたものが多い。これら広告のグラフィックデザインを思わせる作品はステンシルを使って作られている。最も知られたものはイート、ハグそしてラブなど人間の生の基本的な行為の単語を用いた ものであり、特にラブの文字を使った作品は絵画や版画、彫刻などの形で様々な色の組み合わせを使って繰り返し制作され、世界各地の街角にパブリックアートとして設置されている。スペイン語、ヘブライ語などに訳されたラブの彫刻も制作している。また彼の絵画作品には、ウォルト・ホイットマンがアメリカの代表的な詩人の作品を取り上げるなど、 アメリカらしさのテーマも品質する。彼は舞台美術や衣装などのデザインも手掛けている。1976年にサンタフェオペラが講演したスーザン・ B ・アンソニーの生涯に基づくバージル・トム・ソン作のオペラ、我らすべての母が代表的なものである。ミルウォーキーバックスのかつての本拠地メッカアリーナのバスケットコートにもミルウォーキーの頭文字を取った虹色の大きな M の文字を コートの半分ずつに描いている。その他の作品には、アメリカの画家マースデン・ハートレイの描いた、第一次世界大戦で死んだ、ドイツ兵をテーマにした作品にオマージュを捧げた連作、ハートレイ・エレジーズ2001年9月11日の、アメリカ同時多発テロ事件後に描かれた連作、ピース・ペンティングスがある。1978年以降は、メイン州の小島バイナルヘイブンに居住し、 制作活動を行っていた。2018年5月19日、呼吸器不全のためメイン周囲の自宅で死去。詳細は、ラブを参照アメリカ合衆国の1973年の切手にラブのデザインが起用された、非公式の使用例日本、愛知県彼の作品の中で最も知られたイメージは、大文字のラブであり、正方形の中に4つの文字が収められ、王の字が右へ傾いている。 このデザインは絵画や版画、彫刻と様々に活用されているが全て同じ比率、同じ時代のデザインになっている。彼は子供時代に通っていた教会の神は愛なりのサインに影響を受け、1960年代前半から繰り返しこのフレーズの派生型を用いてきた。1964年、クリスマスカードで初めてラブが登場。1965年、 この4文字を使った作品を数多く制作。1965年、ニューヨーク近代美術館のクリスマスカードのデザインに採用され大成功を収めた。1970年、インディアナポリス美術館に12フィートの大きさのラブ彫刻を制作。1973年、アメリカの切手デザインに採用された。現在ではアメリカの主だった大都市や美術館に この彫刻は置かれ、アメリカ国外でもスペイン、カナダ、シンガポール、台湾、日本に設置されている。彼はこの人気あるイメージの著作権を取っていないため、非公式に複製されることを阻むことができないが、これは、かつて彼が自分の使う言葉やイメージは、精神に固く結びつけられているものとして、著作権主張や作品へのサイン入れなどを拒み、 複製の法的保護に反対していたことから来ている。このため、ラブのイメージは、世界中で何度も複製、模倣及びパロディの対象となっており、多くのポスターやグッズが公式、非公式問わず流通しているほか、エリック・シーガルの小説、ラブストーリーの想定、レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンのアルバム、レネゲーズのジャケットなどに影響を与え、多くのデザイナーや、 美術家が異なった単語を使ったパロディ作品を作っている。またスケートボーディングの世界でも雑誌やビデオにこのデザインが頻繁に登場する。特にフィラデルフィアの公園にあるラブのパブリックアートでのスケートボーディングが禁止された。あと、これに反対するためにラブのエンブレムが多く使われた。また、日本国内ではラブホテルの広告看板に使用している事例がある。ありがとうございます。